皆さんこんにちは、司法書士の近藤でございます。今年もですね、司法書士試験の本試験が終わりました。受験された方はね、本当お疲れ様でした。だからうちも2人受験生がいて、今年どうでしたって報告を2人ともくれたんですけど、どうもあれですね、手続き科目の択一が難しかったみたいですね。で足切りの点数もかなり下がるんじゃないかっていうのと、でやっぱりそれで書式を書く時間が足りなくなっちゃったなんていう話を聞きました。でね、新株予約券なんか出たみたいなので、書式の方で実務でね、そういうのを使ってた人は結構有利だったんじゃないかなっていうふうに思います。で今日はですね、先週末試験があって、発表が10月でしたっけ、3ヶ月ぐらい間が空くんですけど、その間にどういうふうに過ごしたらいいのか、その間をね、どういうふうにこう有効活用したらいいのかって、結構受験生の方悩まれると思うので、その話をねちょっとしてみたいと思います。まず今年はちょっとダメだったな、ギリギリだったなとかね、ダメだったなっていう方について、この方たちはですね、まず勉強方法を見直すっていうことをねちょっとやるといいと思います。普段なかなかできないと思うんですけども、やっぱりね短期合格する人っていうのはそれなりにやっぱり方法論があって、正しい勉強の方法をしてるんですよ。知識があってもやっぱり正しい勉強方法、その本試験当日に知識をピークに持っていく方法だったりとか、要領よく知識を頭にこう定着させる方法だったりとかっていうのを持ってる方って結構いっぱいいらっしゃると思います。ですから近くで身近でね、短期合格を果たしたような人に話を聞いて、自分の勉強方法が間違ってないかってことをもう一回見直すって機会にするといいかなと思います。でもう一つはモチベーションを上げること。やっぱりね、ダメだと、もうやめようかなとかっていう方もいらっしゃると思います。で、そういう人に関してはモチベーションを上げる。で、実務から話を聞くとか、実務の方の、ブログとか、こういう YouTube とか、そういうのを見て、この仕事をやってみたいんだっていう気持ちをもう一回高めていく。近くにね、司法書士がいたら、ちょっと時間もらって、ご飯とかね、一緒に食べて、仕事のね、やりがいみたいな話とか聞くのもいいんじゃないかなって思います。で、絶対受かったって人。もう今年は受かったなって確信した方に関しては結構伝えたいことがあります。合格して最初にうちに就職した人、実務経験なくうちに就職した人がね、最初につまずくのってやっぱりね、試験で習わない知識、試験で全然勉強したことないんだけども実務では本当に必要な知識っていっぱいあるんですよ。でそういうのをちょっとね、ちょっとだけこの3ヶ月で、全部理解するのは無理なんですけど、勉強するとねいいと思います。でテーマとしてはまず戸籍の読み方、相続の仕事ってね、やってない事務所って多分ほとんどないと思うんですけれども、でね戸籍を読むんですけど、戸籍ってね古い戸籍ってこう手書きのものだったりして、ね、読めないんですよ。で結構ね自信をなくしちゃう方が多いんです。自分は試験ね通ってきたのに全然戸籍も読めない。でパートさんとかがねこうどんどん読んで次の戸籍を集めたりしてるのを横目で見ながら、自分は戸籍も読めないのかっていうふうにね落ち込んじゃう方結構いらっしゃるので、戸籍の読み方についてちょっとね戸籍の何年式っていうのがあるので、どういう形で変わってるのかとか、サンプルとかを見てみるとか、あとはね自分の先祖の戸籍とかをたぐってってみると、これは別にね司法書士の登録をしてなくても自分で取ることができるので、それをたぐってってみるとかっていうのはね面白いんじゃないかと思います。で戸籍もうなんか古文書って言ったら大げさかもしれないけど、やっぱりねちょっとねなかなかスラスラ読めるような字じゃないような字で書いてあるんです。癖があるんですよ。それを一回全部書いてること全部ね手書きで書き写してみる。時間かければごにごにって書いてあるものが次のところにね同じことが違う字で書いてあったりとかするので、読み解くことは、多分できます、時間かければ。それをやってもらうってのはいいんじゃないかなと思います。で二つ目は金融不動産実務についての知識をね少し習得してみるってこと。やっぱり司法書士やっていくと、不動産取引がどういう流れでやるかとか、お金がどういうふうに流れていくか、決済の時どういうふうになるのかとか、不動産買いたい人がどういうプロセスでその不動産を取得するまでに至るのかっていう流れみたいなものをね理解すること、あとはねローンとかその金融機関がどういう考え方をするかっていうことを理解するってこと。これはね小説とか漫画とかでいいと思います。正直不動産、あれ僕も読んでますけど、あれね面白いですよ。やっぱり僕らが読んでもうんうんって思います。ちょっとねもちろん漫画だから大げさだったりしますけれども、すごいねやっぱり業界の方が関わって作られた本だなっていうふうに思います。あと金融実務に関してはね半沢直樹の方、作者何でしたっけ、池井戸さん、ある種銀行員なんですよね。でそういう人の方の小説を読んでみるとかっていうふうにして、金融不動産実務についてなんとなくイメージを持っておくってことは大事かなと思います。
あとはこれは、ね、開業する場所にもよると思うんですけども、農地法とか区画整理とかの知識をね、少し勉強してみるっていいかもしれないです。やっぱ地方なんかだと農地法がねすごく知識として重要だったりとか、区画整理をねすごくいっぱいやってるような場所だったりすると、区画整理の知識がないとやっぱり当期我々のね仕事もちゃんとできないので、農地法とか区画整理とかの知識とかを習得するっていうのもいいかもしれないですね。あとは家族信託、家族信託はねやっぱり今みんな関心を持ってるところですけども、本もいっぱい出てるし、一般の方向けの本とか実務家向けの本とかねたくさん出てるので、実務家向けの本をね一冊買って最後までちゃんと読んでみるっていう、今まだねその勉強の習慣がまだ残ってる間に一回通読してみるっていうのはね絶対いいと思います。で、家族信託に限らずその就活周り、相続遺言、家族信託、成年後見、死後事務委任とか遺言執行とか、あのあたりのねことを少しね関心を持って、実務家向けの本、あと一般向けの本をねパッと読んでもいいと思いますけども、知識を得ておくっていうのはいいと思います。そうすると就職した時にもねスムーズに実務に入っていけるかなって思います。であとは就職をどうするかっていうことですけども、それはどういう事務所に入るのがいいかっていうのを、身近にね開業してる就職士とかがいたら、あとは、ね、先輩の勤務してる就職士とかがいたら会って、どこの事務所がおすすめかとかっていうような話をね聞いてみて、就職先とか就職活動っていうんですかねを始めてみるっていうのもいいかなっていうのを思います。これ3ヶ月本当に重要だと思います。ダメだった人はねやっぱりどうしてももしかしたら受かってるかもっていう気持ちがどっかにあって、本腰がねなかなか入らないっていうところもあると思うんですけど、そういう気持ちは捨てて、受かってたら受かってたっていいじゃないですか。でそういう気持ちで集中してやる、それでねこの3ヶ月の過ごし方によってだらだら過ごしちゃった人とね3ヶ月の差がつくわけですから、そういうふうな過ごし方をするということで、就職する人に関してはそういうね知識を前提まとまってね3ヶ月なんつうの、その仕事しないで過ごせる3ヶ月って、ね、人生の中でも本当に貴重なので、集中して勉強する機会にしてもらうのはいいかなっていうのを思います。今日は本試験から合格発表までの過ごし方についてお話しさせていただきました。ありがとうございました。この動画気に入った方はぜひチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。ありがとうございます。